エトランゼシリーズとは、キーカンナによる日本の BL 漫画。小電車発行のオンブルーコミックスにて連載されている。このページでは、海辺のエトランゼ、およびその続編である、春風のエトランゼについて説明する。2020年8月現在期間4巻。キャッチコピーは、心が現れるようなボーイズラブ。当初本作品は一話限りの読み切りとして、掲載された。 予想以上の反響により、定期連載されることになった。全国書店員が選んだおすすめ、BL コミック2015で5位も、ランクイン。小説家の卵で、芸の橋本俊と、物を上に過ごす、高校生、千葉奈美お。3年前、2人は、沖縄の離島の海辺で出会い、日に日に距離を縮めるが、みおが島を離れることに。そして3年後、島に戻ってきたみおは、 三年考えた。男でも春が好きと迫る。しかし春はいざみ代と恋人同士にとなると一歩を踏み出せなくて。小説家の春は沖縄の離島を離れ故郷北海道へ向かっていた。島で出会った年下の恋人、美代を連れて。かつて幼馴染との結婚式を芸だと言って逃げ出して以来、春は実家とは絶縁状態でいたが父親が病気と聞き。 一度帰ることにした。迷惑をかけた実家に、男の恋人、春にとっては気まずい帰省だったが、親を亡くしたミオには、2020年9月11日に、海辺のエトランゼンが公開された。2014年7月25日発売。ISBN978 から4から3967834882015年7月25日発売。 ISBN 978から4から3967836482016年7月25日発売。ISBN 978から4から3967838842017年7月25日発売。ISBN 978から4から3967842012020年8月25日発売。 ISBN 978から4から396785048ありがとうございます。